また専門家は、時短要請が解除された繁華街へ、効果的な対策を打ち出せるかが、リバウンドの防止につながると指摘しています専門家としては、これ、いろんな議論があって、本当にこのまま解除しても大丈夫かという意見も出ましたが、あのこのままただただ,あのだらだらと延長していてもあの、飲食店に負担をかけるばかりですしあの、実効性がない可能性もありますので、そういう意味では。あの まあ、そういうい決断をしたんだろうというところで一定の評価ができると思っています厚生労働省のクラスター対策班で東北大学の大坂健教授は感染者の状況などに加え時短要請の期間が長引くことで引き締め効果が薄れることから解除の時期は妥当だったとしています一方で繁華街に対して時短要請に代わる実効性のある対策が必要だと指摘します 仙台市では先月から市内の飲食店の従業員を対象にした無料の PCR 検査の受付を始めました。5ヶ月間で延べ8万人の検査を見込んでいて、今月4日までの申し込みはおよそ6000人と順調な滑り出しとなっています。対策として一番あの考えなければいけないのはやっぱりその国分章の対策だろうというふうに思っています。今何が必要なのかということを考えながら。 あの、検査なのか、それともワクチン接種をやっぱり、えー、進めることなのかというところで、あの、これを一生懸命やっていただくということが、やっぱりその解除に向けてリバウンドを起こしにくい、えー、対策と、の中の、まあ、パッケージの中で入れていただくといいのかなと思っています。